辻の本校寺門前の辻切法跡記念碑、辻切法跡記念碑、小町通り小町王子は、鎌倉幕府による都市計画の中核を成す、六王子の一つで、あず鏡にもその名が記されている。若宮王子の東側を平行する。朝比奈霧道市から、鎌倉中心部に向かう金沢街道の突き当たり、辻替橋を起点とし、ほぼ南向きに、材木座海岸に向かっていた。 途中、崩壊時前で、横王子を横切り、本学時前で、恵比寿堂橋を渡り、大町四つ角で大町王子を横切り、右町橋の約100メートル先の本工寺手前で車王子を横切り、乱れ橋を渡って、材木座海岸に至る鎌倉時代の帰還王子であった。なお、そこから左折すると光明寺門前を経て小坪坂を越え、三浦方面に向かうことができた。 小町王子の両側には、幕府交換、有力御家人の屋敷が並び、特に、大町四つ角井南は、当時の鎌倉随一の商業地区でもあった。また、日本最古の築港とされる、我が工事前の流通経路にも、当たり繁華を極めていた。このため、日蓮聖人のいわゆる、辻説法も、この王子のあちらこちらで行われたものと考えられ、王子の二箇所に、 辻切法跡の記念碑が建てられている。現在も、大ね鎌倉時代の王子に沿って道路が残っているが、今では、閑静な住宅街となっている。現在の道路の通称としては、辻切法通り、小町工事、三浦道等と呼ばれている。なお、小町王子と紛らわしい名称の道として、小町通りがある。これは、鎌倉駅前から、 鶴岡八幡宮までの比較的新しく名付けられた観光土産屋通りであるが、現在では多くの行楽客で賑わう一大観光スポットとなっている。ありがとうございます。